調子悪くなってきたね。俺のいつものゲームがうまいダイダラさんを返してってやつ、ダイダラゲームうまいっていうね、あの DGU どこへ行ってしまったのか。ダイダラゲームうまいね、おかしいなぁ。途中1位に上がって調子に乗ったのが敗因だって、すいません。ダメだな、俺いつも調子に乗るなっていつもみんなに言われ続けてる俺な。あの胸を落ち着けよう、胸を落ち着けようってなんか意味わかんねえけど、で心を落ち着かせてやりましょうか。いきます、よろしく。リラックスしすぎたな、そう気緩みすぎた。やっぱね、あの今の範囲は大草原っていう設定がいけなかった。うん、大草原だったらそう、もし人が来たらやべえじゃんっていう。やっぱ個室にしよう。どうする、カラオケボックスとかにする。カラオケボックスで俺は今もっとやばそう。カラオケボックスで俺は今全裸でね、歌を歌ってるな。大丈夫大丈夫。寝カフェにする。あ、寝カフェの方がなんか人来なさそうだよな。いいね。ちょっと待って、ちょ今ダメ、人来そう人来そう。ビビってる、足音が聞こえてる。よし、おーいなぜ人は脱ぐのか、ちょなんで俺脱ごうとするの。そこをまずみんなで考えてみようよね。ダメダメ、脱がねえぞみんな。おーおーおー、通してくれ通してくれ。よし、さあキノコの民でね、グイーンと加速。よっしゃー、早いな。ちょっとつらい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 。店員を呼ぼう。はい、すいません。寝カフェってさ、あれだよね、俺東京の寝カフェって本当好きなのはドアがついてることだからね。大阪の寝カフェはね、あれだからドア全部透明だからさね、え、なんかやりたいことやれねえんだよね、みんな。まあ、大阪のね、民だったらわかると思うんだけど、東京はしっかりドアついてて、ね、中全然見えねえからさ、いいよね、ほんと東京って。東京が神がかってるとこそこだと思う、ほんと。ね、大阪はなんかいろいろ犯罪とかが多いからっていう理由で、ね、ダメなんだよね。完全ドアなしの、ドアなしっていうか、中が見えないタイプの、ね、寝カフェって。一部の地域だけじゃないの？え、そうなの？でも俺行ったネカフェって全部そうだったよ。大阪はね、日本橋とか難波とか心斎橋とか、あと京橋とか天王寺とかも。ねえ。よいしょ。おー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 。じゃあそれはあれじゃん、みんなも大人になればわかるさ。やべえ、俺超強え、超強え。俺このコース壁ドンしすぎでしょ。このコースね、やらしいんだよね。あのぴょこって壁がさ出てる多分わかると思うけど、めっちゃやらしいコースなんだよあそこ。ほんとねえ、最後フリーザみたいになってた。俺復活の F 見に来て、え、目覚まし、寝カフェで目覚まし鳴らすやついる？害悪じゃん。俺寝カフェでさ眠りたいな。なんか寝カフェで泊まるとか俺したいねえ、絶対楽しいよね。俺寝カフェでって、あの長期休暇の時だいたい寝カフェで徹夜で漫画読みに行ったりとかするんだけど、苦しいほど好き。あれほんと家で寝ろよって。で俺は好きなんだよ、ああいうの、ああいう雰囲気がね。え、寝カフェ行ったことない。寝カフェのペアシートがイカ臭いって、なんでわかんない。スルメでも食べてたのかな、僕子供だからわかんない。ねえ、ネオクッパむずいよな、ほんと。よし、おい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 、当たり目かな、多分当たり目かな。俺当たり目好きだよね。え、さあインコースを攻める男と化したダイダラ先輩、行きます。じゃあ赤コラ俺行くなよ。オッケーオッケー。さあインコースを攻める男、みんな声水取ってかれる、邪魔です。あ、クラクションある、いいね。こんにちは。さて前の人たちを潰されない、潰せてねえ。よいしょ。さあ壁ドンはしない男になりたい、ダイダラですね。最近なんかマタドンとかあるでしょね。何マタドンってなんか
女の子を壁際に寄せて、女の子の股に足をグッて上げて、なんか逃げなくさせるっていう、よくわかんねえやつでしょ。やばいって、股の間にドンってすんでしょ。ちょ、したいんだけどみんなどこでできんの？ねえ。どこでできるのって、そう気軽にできるもんなのか知らねえけど、ねえ。痛い痛い痛い、なんだよこれ。本当に早いな、疲れそう。めっちゃ疲れるよこれ。脳みそ爆発すんもん俺。ねえ。俺にしていいって本当？ちょ、なんか男にすると、なんかすげえ、ねえ、ゴールデンボールをさ、蹴り上げるみてえじゃん。大丈夫かなそれ。おお。ちょ、アイテムくれないと死ぬ。キラ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 ー、実質キラ。あかん、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 あーん。イケメンに限るとか、そのうち壁ドンカフェとか出そう。ねえ。壁ドン、壁ドンとか、どうすんだろうな。ねえ、ドンってすんでしょ。ねえ。めっちゃ恥ずかしい、俺も。今俺、想像しただけで、ちょっと心拍数上がっちゃったもん、今。ねえ。やばいやばい。ドキッとしちゃった。やべ、絶対できねえわ。汗かくわ、変な汗。ねえ。いや、みんなも想像してみ？例えば、いや、女の子は、すげえタイプの男の子にドンってされてるのを想像してみ？で、男の子は、超可愛い女の子に、ね、壁ドンで顔をすげえ至近距離みたいな。で、目見つめ合うみたいな想像してみ？ちょ、恥ずかしくね？ねえ。恥ずかしくね？ほんと。うん。めっちゃ恥ずかしいんだけど、それ絶対。いや、どっちもだよ、どっちも。ねえ、床ドンがいいって。ねえ、それ。あ、ここないだっけ？ここは電車が。え、トレイン、トレインだよね。チューチュートレインだ、トレイン。行きますか。うぃねえ、うぉ。ちょっと変なとこ走っちゃった。変なとこ走っちゃった。ちょ、待って、みんな。みんな待って。みんなくるくる回りすぎ。ねえ。おぉ。危ない危ない危ない。これ緑コーラ。怖い怖い怖い。危ねえ、今。もうギリ避け。わかるぞ。後ろを見たから避けられました。ファイヤーボールは避けられません。じゃあ、ファイヤーボール2回連続犯罪ですよ。くそ。はーい、キラーじゃん。ふむ、我のお通りじゃ。よし。いいね。あ、ちょっと変なとこ入った。くそ。ここなんか走りづれえな。うまい。あ、出た。伝説のアイテム、イカ。イカはイカがねえ。そういうのいいからって言って。あ、ね。イカだけにっていう。面白いね、君。痛い。ごめんな。オッケー。よいしょ。なんか緑コーラ爆発しすぎ。クーパックフラワー、美味しいです。美味しいです。今日は飯がうまい。痛い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 。なんだこれ。なんだこれ。アイテムないんだけど。トゲゾウコーラが1位行く。どうしようこれ。ちょっと待って。アイテム、アイテム、アイテム。よしよしよし。なんだここは、キーノコンの子。どん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 。待て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 。待て、アイテムくれ、アイテムくれ。頼む頼む。よし。キノコ1個だけ。切なくね。これが俺の人生。お前はキノコ1個の人生。ねえ。ちょっと待って、ぶつかりすぎ、ぶつかりすぎ。そういうギャグはいかがなものかってね。ああね。よし。みんな優しいの、ほんとね。うわーっと。ね。こんなこと言ってる俺をいつまでも応援してくれることだ。ほんとありがとうみんな。マイナス3。切ねえこれ。めっちゃむずい。俺もキノコ1個しかねえから気にすんなよって。俺もだ。ごめん。ねえ、俺確かにキノコ3つなんて欲張りすぎてる。俺も1つでいいわ。なんか3つもあったら、もうしんどい。うん。絶対大変だよね、これ。なあ、どうしようってる。俺もだ。俺も1個だっていう。あ、俺も一個だ。あ、僕も一個だっていう。みんな一個じゃん。な、一個でいいんだよ。な、一個でも使わないだろうって。ちょ、やめない、そういう話は。ね。ダメ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 。ね。よし、私もってね。僕も、ね。行ってきます。頑張るか。コアラは YC になってるぞ。そういう情報いらないからな。さあ、ステージは動物の森コースですね。今度は何だろう、季節は。ね。春とかがいいな。ダイダラのはナメコ？エリンギ？何言ってんだこいつ。ねえ。眠くなってきたよみんな俺。今日仕事疲れたからな。もう今日死ぬほど働いたからな今日も。さあ、
コース、ここは秋ですね。行ってきます。始まらない。動物の森、Wii U 版。でもさ、キャラクターのさ、グラフィックあるってことは？もしや？おや？ Wii U 版動物の森。もしかして、今、作ってるんじゃないですかね？これ。ねえ、なんか、グラフィックあんじゃん、よく見たら。家もこんな感じで、なんかそれっぽいのできてんじゃん、ちょっと。ねえ。多分これ来るわ。これ、動物の森出たら俺もうやりまくろう。ねえ。毎日俺家作りするから。みんな来てね、俺んち。おーおー、しずえー、しずえは、いつまでもあといてほしい。しずえがクビになったら俺もう、引退するわ、これ。ねえ。バス！わ、なんか来る。おーおーおー。ちょ、として。待て。ちょっと来い。なんだこの速度。スターやめて、スターマンやめて。お、ビリーじゃん！待て。皆の衆、俺が追いつくぞ。待て、全然追いつけて。早い。すいません。マジでスターって制御できねえ。おいしい。なんだよ、バナナかよ、みんな。早いぞ、マジ。さあ、アイテム、ゲットでーす。待って、キラ。もうキラーに頼る人生。な、いいと思います。俺自身がキラーになること。待て、どこ行くんや、俺は。なんかすごい。サンダーはやめてくれよ。サンダーはな、俺ビリなんだけど今。待て、おかしいって、こんなの俺が望んだ結末じゃない。ビリじゃないでーす。わかる。しずえビリだった。ごめんな、しずえ。俺に花を持たせてくれたんだな。お前はいつまでもできる女だ。な。ふたけた方ない。今日あかんわ、俺。集中力切れてきた、みんな。ねえ。ちょっと次、俺上位取ったら今日はやめよう、もう。ねえ。さあ、あと何分かかるんでしょうか。いや、ぶつ森が出たら、EU で出たら絶対みんな買うでしょ。動物の森 3DS 版。お前らどんだけ買ってんだってぐらいみんな買ってたもんね。あ、社会現象起こったもんね、ほんと。やばすぎじゃん、これ。なあ。だから、多分ね、来ると思う。みんなも買おう、EU。EU ってぶっちゃけ、そんな高くねえしさ。プレステ4とかに比べたら。やっぱ安いもんね、ほんと。あっちに比べたらね。うん。全然買っちゃうレベル。買いましょう、皆さん。それじゃ行ってきます。これエキサイティングバイクだっけ？エキサイバイク。オッケーオッケー。ゲームキューブのリメイクかもよ。いや別にリメイクでも買うから。喜んで買うからってやつ。行きます。ワン、ツー、スリー。いやでも PS4 のが未来あるって、俺 PS4 のゲームも好きだけど、俺 Wii U ぐらいの画質でいいんだよ、ぶっちゃけ。いや、もう、あれだ、Wii ぐらいのレベルでもいいんだ、俺は。うん。これが多分レトロゲーマーの気持ちなんだろうよ。ねえ、俺はファミコンの画質でいいんだって人もいれば、ねえ、またクラクション。ちょ、待って、俺なんで俺クラクションあんな鳴らされまくんの？おかしくね？ねえ。スーパーファミコンのドット絵がいいんだって人もいれば、もう64でいいんだよって人もいれば、ねえ、いっぱいそういう人いるじゃん。俺は、ねえ、プレステ4までは求めねえから。うん。大丈夫だ。よし。おい、すげえビリでみんな追っかけてんだけど俺。つらい。動物の森やったことないって。あれはね、魔のゲームだよ。俺もね、最初こんなゲームハマるわけねえじゃんみたいな。ねえ、そんなね、あの甘えた考えから始めた動物の森ね。恐ろしいぐらい面白いからな、あれ。よっしゃー。なんだろう、気づけばやってるから。ほんと俺初めてやった動物の森は64なんだけど、ねえ、俺と兄貴とおかんと父親の4人で、ねえ、家の区間作ってやったんだけど、ねえ、誰が最初に借金返すとか、なんか競い合ったりとか、なんかそういうのがね、なんかすげえ楽しい、あれ。
で、誰が勝ったんだったっけな、兄貴だったっけな、父親と兄貴がすげえ頑張ってた。うん、ひたすら釣りしてるんだよね。ちょっと、待って待って待って、順位が上がる、順位が上がる、喋ってたら順位が、待って待って待って、あれ、おかしいおかしいおかしい。いや、今のは、ちょ、あの、雑談してたから、しゃあないよな、これ。うん。動物の森ハマるとやばいよね、ほんと。めっちゃいいわ、あれ。ジョイジョイ。なんか、みんな、ね、いろんなシリーズ。おかんがラブリーシリーズだっけ？とか、俺、モノクロシリーズとか俺集めたりとか。ねえ、いいよね、あれでコーディネート。部屋のセンスが出るもんね、ああいうのって。俺、ゴミくずセンスだったんだよね、俺のセンスって。めっちゃ切ない。悲しい、これ。プラスのカード集めてたやつ、俺も集めてた。おかんに苦労かけた。雑草掃除させてって。確かにな。たまに、ゴキブリ潰しといてとか言ってたもん、俺も。ねえ。ちょっと家具どか動かしてゴキブリ駆除しといてとか言ってたわ。なあ、あれはデジモンだったらあれでしょ、と、世話しといてっていう。探査集めて地下に置いてた。まあ、地下になんか置くとかやっちゃうよね、ほんと。おい。やれ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 。ほい。さあ、滅びよう。ちさとちゃん、ごめんな。ねえ。たまごっちやろう。たまごっち俺持ってなかったんだよね。実を言うと。たまごっちってでも女の子がよくやったよね。俺はデジモンだったな、持ってたのは。ね。よいしょ。デジモンで、で、俺ワン、ツーをやってたな、デジモンは。今日みんなもう、お前おっさんだなっていうトーク、ちょ、バレちまうので、やっぱやめとこう、このトークはもう。あ、ちょっと待った。減速しすぎた。ちょ、待て待て、みんな早いぞ。ちょ、このコース結構落ちるぞ。あ、ちょ、ごめんな、みんな。集中しますわ、俺。集中しますわ、今日なんか俺、終われねえ気がする、一生。一生終われねえ気がしてきた。いけねえ、いけねえ。ちょ、気合い入れねえと、これまずいやつだわ。じゃあ、じゃあ、取りますよ。よし。ほい。ちょ、ガチ入れよう。ガチ入れしよう、ガチ入れ。もう俺、寝るから、俺。お休みだから、みんな。おやすみにきーっていう。よし。よっしゃー、飛んでいけー。オッケー。おーっと、危ねー。さあ、来い。いいじゃん。おやすみだ、これ。おーっと。さあ、アイテムゲットして。ちょっと早いな、みんな。よし。さあ、イカちゃんでーす。イカイカがー。さあ、土下座コーラよ。ホールオフィーよ。すべて、上位陣すべて吹っ飛ばせ。いいぞこれ。さあ出てしまった、悪魔の子、はじき飛べー。やったー。とまたかまたかまた、どこだどこだ、1位、そいつか、おめえか。ちょっと待って、大回りしもた。あ、抜かれてる。でもまあいいや。ということで2位でゴールです。おやすみなさーい。はい。でも1位が、あれ、うちのリスナーでしょ？ねえ、黒豆さん。ねえ、俺のリスナーです。つまり、俺の勝ちだ。ありがとうございまーす。はい。ということで、皆様、マリオカート8、今日は終わろうと思います。最後リスナーだった？オッケー。じゃあ、ワン、ツー、スリー、ね、俺が取りました。やったじゃん。ねえ、まあ、結構ね、マリオカード 200cc ね、ぼちぼち走れるようになってきたかなと思います。ちょっと後半調子悪かったけどね。まあ、やっぱマリオカート、すげえ面白いので、皆さんね、また遊んでみてください。それでは今日はね、見てくれてありがとうございました。また、やりますので、また見に来てくださいね。バイバイ。